はい、皆さんどうもご苦労様でございます。よろしいですか。それでは、記者会見、始めさせていただきます。はい、皆さんお疲れ様でございます。今日は参議院の選挙制度改革について、今本会議で議決が行われたわけでありますが、自民党そして維新の党、次世代の党が規律をし、そして民主党と公明党が座っていると反対という、まあ、世にも珍しい光景になりました。まあ、私たちも正直申し上げて、この10増10減の自民党と参議院の野党4党の案ですけれども、これに提出会派になり、賛成をしたというのは、内心複雑なところがありまして、民主党、公明党の案の方が、倍率が2倍を切ると、一票の格差の是正には大きく資する、最高裁の判事には、そっちの方がかなっている。こういう内容ですから、そういう意味では、党内にいろんな議論があったことは事実です。しかしながら、10増10減の4党案を作り、そして自民党に協議を持ちかけて、そしていろいろと追及というかですね、自民党を追い立てて、合意まで追い込んできた、こういう経過に鑑みて、このもともとの10増10減案に、私たちは提出会派になり、賛成をさせていただいたということなわけでありますけれども、これで抜本改革が終わったわけでは到底ないわけでありまして、そういう意味では、参議院、また衆議院も、まずは、一票の格差の是正、最高裁が大事だと、安保法制で安倍総理言ってるわけですから、最高裁が違憲状態だと言ってるものについて、こっちはそちらのふりということは許されないというふうにも思いますし、また2回前の選挙で約束をしていたはずの国会の提出削減、何ら進んでないわけですから、私たちが提出をした国会議員定数削減法案について、ぜひこの機会に審議をしていただいて、そして国会議員が自己保身ではない、自分のバッジを守りたいという、そうした姿だけではない、国家国民のために、また最高裁が判事をした、その判決に従って、しっかりと理にかなった対応ができるんだと。いうことを見せなければいけないんではないかというふうに思っております。また今日は参議院の安保の特別委員会におきまして、審議のスタートということになりました。昨日本会議で小野次郎参議院議員が我が党を代表して登壇をいたしましたけれども、昨日のやり取りを見ていて、与野党幹事長会談でも感じましたけれども、まだまだ、そういう意味では世論の厳しい風当たりというものを政府与党として十分、理解ができてないんじゃないかという感じがいたします。特に憲法適合性の問題を厳しく問われているわけです。そして、それについては権威ある専門家の皆さんがやはり、存立危機事態の規定の仕方があまりに曖昧で拡大解釈の余地が大きい、時の政権にフリーハンドを与えて存立危機事態だから自国が攻撃を受けなくても武力行使をするということになっていきかねないということについて厳しい批判をしているわけです。でそこを、ある意味で歯止めをかけるという趣旨で維新の党の独自案を出させていただいたわけですけれども、自民党の山本順三先生の代表質問に対する安倍総理の答弁を聞いていると、また国際法違反だ、先制攻撃だとみなされる可能性があると、どこかで、衆議院の審議の段階で聞いたような話を安倍総理は答弁をされている、これではですね、全く事故の正当性ばかりを主張して、建設的な側面のある我が党の独自案の問題提起に対して、いわばレッテル貼りをして切ってするということを安倍総理がやっていることになりますから、これではですね、とてもではないけれども、なかなか今後、やはり、少なくとも安倍総理の答弁を聞いていると、私たちもなかなか難しい判断を迫られるなという印象を持っております。不言をして申し上げますけれども、私たちはですね、小野参議院議員が昨日の本会議で申し上げたように、そもそも存立危機事態に基づく集団的自衛権の行使というのも、なぜか
他国の攻撃を受けた他国の要請というものが要件になっていると言っていながら、法律上の要件にはなっていない、そしてもし要請が必ずなければならないとすると、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される事態に立ち至っているにもかかわらず、他国の要請がなければ武力行使できないという、極めて矛盾した状況に陥ってしまう、これ、中央公聴会、衆議院の段階の中央公聴会で、木村壮太、我が党がお招きをした口述人がおっしゃっていた、まさに矛盾点なわけですけれども、自国防衛のための集団的自衛権だと言いながら、自国防衛がのために武力行使が必要だと、どうしても考えられる事態にもかかわらず、非攻撃国の要請がないという理由で出ていけないという、こういう矛盾を実は自らも抱えている、逆に言えば、法律上の要件にその要請というのがなってないということは、要請がなくても出ていけるということになると、それは結局、国際法上、先制攻撃とみなされる危険性がある、私たちに言っている、ご批判が、ブーメランのように跳ね返ってくる。いう問題にもなるのではないかと思います。そういう意味では、私は衆議院段階で、あれ、小野寺元防衛大臣だったと思いますけれども、こうしたレッテル貼りが行われたときに、皆さんにもお話をさせていただきましたが、こういう建設的でない相手を貶めるようなレッテル貼りは、お互いやめたほうがいいと、そして、世論の批判を、また憲法の専門家の批判を真正面から受け止めて、そして指摘された問題点を直していく方向で協議を進めた方がいいということを申し上げてきたつもりです。そういう姿勢は私は今でも変わっておりませんけれども、昨日の安倍総理の本会議での山本順三自民党の議員に対する答弁を聞いていると、ちょっとそういう姿勢を総理自身がお持ちであるのかなという印象を持ちました。そのことを皆さんにあえてこの場を借りて、ご披励申し上げたいと思います。今日は党執行役員会が11時から開会をされましたけれども、特段ここでご報告するような決定事項は今日はありませんので、執行役員会に関しては皆さんに何かあればご質問に委ねたいと思います。私からは以上です。はい、ご苦労様。皆さんのお考えがありますか。はい、お名前と朝日です。安全保障戦の関係なんですが、磯崎首相さんが法的安定性関係ないという発言をされて、いろんな本を読みますが、これに関しての受け止めとですね、あと民主党の方からその磯崎さんの解任を求める声が出てますが、法務省としてどのようなスタンスを求められるか。谷垣幹事長からも、また公明党の山口代表からも、こういう政権中枢の総理を支える立場にいる人が足を引っ張るような発言をすることは、現に慎んでもらわなければならないという、大変厳しい言葉があったと思います。で、私が思うのは、総理の応援団だと辞任している皆さんが、相次いでこのようなオウンゴールを繰り返しているという状況であります。これ、菅官房長官はなんかかばっておられるようですけれども、こういう方々と抱き合い心中して、どん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 沈んでいくということを、総理がご決断されているんであれば、これは私たちが是非を言う必要もないわけですけれども、そうでないとするならば、老婆心ながら考えられた方がいいんではないですかと。いうふうに思います。いずれにしても任命権者であります総理がご判断することですから、一緒に、こう一蓮托生で、どん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 深く沈んでいくということを選択をされたいんであれば、それはそれでいいんじゃないですか。以上です。はい、はい、どうぞ。安倍総理が、維新独自案に対してレッテル貼りをされていると批判されたんですが、そういう態度を改めない限り、参院に維新独自案を提出するのは慎重にならざるを得ないと、こういう考えでよろしいですか。いえ、そうではありません。党内で、そのことについても議論中でありますが、私たちはむしろ維新の党の独自案の内容に自信を持っているわけですから、これこそが、まさに憲法適合性を確保し、その一方で自国防衛に対する国民の不安に応える、政府案が全く手当てをしていない離島防衛についても法案を出し、
一方で存立危機事態に基づく、集団的自衛権の行使という拡大解釈の可能性が大きいところについては要件設定を変えて、従来の内閣法制局 長官答弁などを援用しながらですね、できることはやっていく、日米同盟をきちっと機能させるという点においては対応できるような内容のものになっているわけですから、私たちこれは自信持ってますんでね、そういう意味では政府の側ももうちょっと胸襟を開いて聞く耳を持っていただいたらどうなのかなということを安倍総理の答弁からは感じたということです。一方で衆議院の採決前に何度か行われた自民党の高村先生や公明党の北川先生との、私も立ち会いましたが、協議においては大変真摯なディスカッションができたという認識を持っておりますので、依然引き続き自民党公明党の皆さんの出方というかを見極めたいという、こういうふうな気持ちでおります。また同時に参議院の法制局を通じて参議院に仮に提出することになったとすれば、独自案の内容をどうしていくか、全く同じものはどうもこうルール上出せないということのようですから、一部分見直してまたブラッシュアップをするという作業を今やってますので、それにもちょっと時間が多少要するということだと思います。はい、共同通信からです。よろしくお願いします。新国立競技場のですね、建設の担当者であった文部科学省のですね、久保青少年スポーツ局長がですね、辞職するという、その人事が発表されました。で、これ、人事自体は8月4日付、来月付なんですけども、一応そういった人事が発表されまして、で、いわゆる、事実上の更迭じゃないかという見方もあるんですが、このあたり幹事長としてどのようにご覧になっているか、ご見解を聞かせてください。久保局長に責任がないとは私は言いませんけれども、しかしその責任を一身に負わされて、久保さんが辞めたからいいだろうという話にはならないんじゃないかと思います。いささかこういうふうに事務方が自発的に辞表を出しましたみたいな話で、話をこう決着させようという姿勢だとすれば、ちょっと言い方変化球的な言い方になりますが、政権のセンスを疑わざるを得ないですよ。こんなの皆さんどうやって報道するんですか。トカゲの尻尾切りだって書くに決まってるじゃありませんか。そういう意味ではこれで済むと思ってるんであれば、まさに安倍政権全体の感覚、世論に向き合う感覚が狂ってしまっているということじゃないかと思いますよ。はい、参議院の選挙制度がこれで成立しましたけれども、今後の改めて抜本改革について議論というのは、どのように進めるかとお考えでしょうか。まず我々はね、定数是正という2回前の野田政権、野田総理と安倍自民党総裁との党首討論での約束を早く履行しなきゃいかんと、これ国民に対する約束ですからね、それを知らんぷりして逃げ回っているという今の国会の姿は、やっぱり到底こう理解されないというふうに思いますから、そのことをまずやるべきだと思います。なおかつ最高裁判所が憲法問題について最終的に判断をする権限を持っている機関であるということを高らかに昨日参議院の本会議で別な案件において安倍総理はおっしゃられているわけですから、だったら裁判所から何回も何回もあなた違憲状態ですよと言われている問題についてほっぽらかしにしておくということはできないと思いますし、格差が3倍弱、3倍をちょっと超えるという説もありますが、なったからといって、これで終わりということは到底認められないというふうに思います。まずは定数削減、これからやっていくべきだと思います。参議院選挙なんですけれども、今日代議士会の発言ありましたけれども、今の流出状況について、ちょっと伺いたいんですけれども。はい、第1次、第2次の公募を今やっておりまして、現職のみならず、やはり参議院の地方区の候補者、2人区以上はすべてにおいて擁立をするという方針でやっておりますので、有意な人材を早く擁立し、また発表したいという思いであります。
またあの衆議院選挙についても、まあ、いわば常在戦場ですからね、いつ解散あるか分からないわけですから、そういう意味では、参議院選挙を戦う上でも、やはり地域地域において、小選挙区の支部長というものが選任されているかどうかは、選挙運動を参議院の地方区でどう進めていくかということについても、大きく関わる問題ですから、できる限り早い段階で、多くの衆議院の支部長も、私は選任をしていきたいという思いで、松並選対委員長とお話をさせていただいています。まあ、一方で、あまり当選可能性のない人をどんどん立てていく、まあ、何度も、ちょっと失礼な言い方になりますが、何度も挑戦して、結局、なかなか得票が増えてこない、そういう人をまた擁立をするということになるのが、果たしてどうかという意見もありますので、まあ、そこはちょっとバランス取らなきゃいけないんですけれども、しかし今は衆参ともに候補者を、とにかく圧倒的に増やすということに注力をすべき局面かなというふうに思っています。まあ、第一次、第二次の公募で、まあ、それなりの数が集まってきて、土日で松木代行も大阪行かれて、面接を何人かしていただいたようですけれども、まあ、そういう中から、おそらく夏前後には、この国会の会期中にも皆さんに発表できる人材が現れてくるというふうに思っています。それは参議院の中で、いえいえ、衆議院もです。あとは民主党、まあ、具体的には民主党だと思うんですけども、この、まあ、選挙協力というか、調整というのはどのような今のお考えですか。うん、まあ、1人区で潰し合ってもしょうがないという感覚は、やはり両党ともに基本的には持っていると思うんですけれども、しかし、我々も、もしかしたら民主党さんの側も、どちらも玉がないという、そういう1人区も現状あると思いますので、まずは各党において、それぞれの候補者を擁立をするということに、今は全力投球すべき局面かなと、参議院の1人区についてはそう思います。はい、はい、よろしいですかね、そろそろ。はい、まだ、はい、すみません、共同代表です。先週の記者会見の時にですね、で、まあ、代表制の規則の推薦人のところで、まあ、一両日中にということだったんですけれども、その後の経過ですね、で、今日はその執行役員会でその点が話し合われたのか、そのあたりをちょっとお聞かせください。はい、ご一任をいただいたということを、まあ、先週の執行役員会後の記者会見で皆さんにご報告をさせていただいたと思います。その上で協議をしたんですが、国会議員と地方議員の推薦人の割合を、その現状の数に応じて1対6の比率にするということについて、そもそも投票権を対等にしているのに、推薦権においてその数で割り振るというのがどうも矛盾してんじゃないのかという声も出まして、そういう中で、まあ、なかなか意見の一致を、コンセンサスを得ることなく一任をされたという状況になっています。で、一任をされた上で、議論をしましたけれども、その一任をされたメンバーの中でも同じ議論になっておりまして、一方でタイムリミットは近づいているというよりは、ちょっともうすでに過ぎているような現状にありますので、まあ、ここからちょっと今日にでも一任されたメンバーで、もう一度集まって議論して、まあ、そろそろ決着させようやという、そういう話で今日の執行役員会は終えています。じゃあ、その後今日中に決まるという感じでしたか。幹事長 の見通しというか見立てはいかがでしょうか。うん、今日中に決めなければいけないなという認識を持っています。はい、はい、はい、それでは、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。